2019年も YouTuber やってきますよ。そうです、ね、今年こそ YouTuber に出したい。なってるんですよ、僕はもう YouTuber なんですよ。なんですか、はい、やってますから、もう1年やってるんですから。博多、はい、花丸大吉さんよりも先に YouTuber になれたやりましょうよ、はい、今日はロマンティックロシア展ですよ、ね、初めてやっぱりロシアの美術見ましたから。どうでした？印象としてはそうですね、なかなかこう寂しい風景の絵が、ね、結構多くて、でやっぱりこれがもうちょっと別格すぎちゃって、ね、クラムスコイ、やっぱりクラムスコイ、うん、クラムスコイ覚えましたね。覚えた、覚えにくい名前、よく覚えましたね、クラムスコイ覚えちゃった、うん、ドラムスコみたいな感じだね。ドラムスコみたいな、そんな覚え方やめて。ドラムスコ来いみたいなね。やっぱこれすごいよね、これはすごい、なんかあった、うん、あと庭園のってクラムスコイですか、あれ、うん、クラムスコイですよ、やっぱりクラムスコイだ、ね、クラムスコイ全部持ってっちゃいましたか、はい、まあと今回はまあ大体五郎さんが歌も一緒に入れてくれますからね。そうだね。本日お送りしたナンバーは何だっけ？すごいありましたよ。5つぐらいありました。美空ひばりリンゴ言い訳、キャンディーズ春一番、あった、中まさみポリュシカポーレ、あと何があったっけ？あとロシア民謡のなんか、あ、ロシア民謡トロイカ。これ多分ね全部 YouTube にあります。あります。ぜひ聞いて、僕が何を言いたかったのか。はい。このロマンティックロシア展は1月8日火曜日夜9時の放送でございます。ぜひご覧ください。ロマンチックが止まらない、誰か止めて、止めてCCB ね、それも歌で締める、はい、すごいね、はい、これ今回は